初球打ちは江川の打球、レフトスタンドに入りました。第3号首をかしげた岸、ホームランにはホームランでお返しのホークス。5月の2日ファイターズの谷本から打って以来のホームランということになります。何かこうもう打った瞬間のような打球でした ね、そうですね、ちょっと不用意でしたかね、なんか簡単にストライクを取りに行った感じでしたね、それを逃しませんでした江川です。まあ、6月には腰痛ということで登録抹消になって、8月の31日に1軍登録をされた江川。江川のホームランで1対1の同点にホークスが追いついた3回の表です。それも3回の表の岸の投じる初球でした。住谷の構えとはちょっと違ったのかなという感じもしないでもないですけどね。住谷は内側を構えたんですけれどもね、ほとんど真ん中に来ましたね。そうですね、まあですから、ゼッツは思わずこんな表情だったんですね。